フライングヒューマノイドは、馬、未確認飛行物体の一種。人間に似た形をしており、皮膚の色は黒または焦げ茶。空中を飛ぶことが可能である。超常現象の一種とされる。世界中で目撃情報が報告されている。特に、メキシコで目撃されることが多い。大きさは3メートルほどと推測されているが、空中に浮かんでいるため、実際の大きさは不明である。 形がかなりまとまっておらず、それぞれによって形が違う。大抵人間のように見えるが、グレーのような形のものも撮影されている。目撃者によると黒いマントを羽織っており、まるで魔女のようだったとも言われている。正体は宇宙人だと考える者も,もいる。何度か日本のバラエティ番組でも紹介された。諸説あるが、エンジン音などはないと言われ、 先に述べたように形状が様々なところから最近では風船説が有力となっている。空を飛ぶため UFO と同一視されることもあるが UFO とはまた違ったおかしな飛行をすることなどから UFO とは別扱いされ馬に分類されることが多い。しかし空を飛ぶ未確認の物体という点において UFO の定義と一致する。また空中を飛行するマシン。 ウィリアムズジェットやウィングスーツという説もある。スカイヘアーやジャイアントヒューマノイド、フライングゴリラといった馬と関係があるという説もある。ペガサスに似て風船のように浮かぶフライングホースという馬も同類でマイラーバルーンが正体という説もある。2004年1月16日の深夜、メキシコの警察官がパトロールカーでパトロール中に襲われたのが最初とされる。 当人の証言によれば、真っ黒な姿をしており、木の上から降りてきたかと思うと、パトカーに向かって飛んできた。すぐに U ターンして、アクセルを踏み、本部に緊急援助要請を求めたが、それはものすごい速さで、こちらに飛んできて、車のボンネットの上に乗っかかり、フロントガラスを何度も殴った。荒れ狂った様子で手を伸ばし、必死で、掴みかかろうとしていたという。警官は、 陽性を聞きつけた仲間に救助され、精密検査を受けたが、異常はなかったらしい。メキシコでは、その他にも、複数の目撃事例があり、その映像が収められた写真や動画もいくつか存在する。ありがとうございます。